出してでいこうぜ、どうも武田でございます。刻んでいこうぜ、ネタがない。面白いの2、3件あったんじゃない？最近あったあった、ちゃんと面白い企画の時にやってらっしゃる。今日真面目な日だ。今日真面目な日。見てもらった通りね、今日よしきと2人で練習しに来てるんですが、土砂降りです。この見てもらった通りの水たまり、今日もしっかり練習していきたいんですけれども、今日はなんかいつもね、頑張って2人で1本ずつ分けて撮ってるんですが、今日は2人とも特にそんな内容ないよってことで俺はね、410本今日やるんですけど、さすがに410本この動画出しすぎ出しすぎた今日もみたいになるとねあれなんで、取り入れてる練習ってことか。そうだ、ね、逆に言えば410本のインターバルは便利、肺に刺激を入れたい時、柔軟に対応できる練習。素晴らしい。今日はね、僕ちょっと調子が良くないというか、足の状態があんまり良くないんですけども、昨日 LINE 来たんですよね。設置の感覚が悪い。そう、なんかね、悪い。その道の人なんだけどなんか大迫さんでも言わなそうなんかね、タッっていう感覚じゃなくて、今はドンみたいな、1週間後試合なんで、しっかり心肺に刺激を入れながら、なおかつこうなんか力まずもがかず打ち上がらない練習。本距離の調整練習ってやっぱアップやっていきながら決めるの多いですね。例えば大学のメニューとかだと、メニュー決まってるんですけど、変える人めちゃくちゃいます。あ、そうなんだ。もう変えてますみんな。なるほどね。長距離にはそういう概念ないな。ないですよね。相当体の状態が悪くない限り絶対やりますもんね。あ、でも今日本当は 1000m3 本だったんですよ。2分50とかでできたらいいなみたいな。それを一回ずらして410本入れるから、まあそういった意味合いでは一緒なのか。じゃあ一緒で。ダッシュで行こうぜ。よし、まあ、76から78。俺の時計ずれ。あ、すいません、それ俺の時計充電なくなっちゃった。おい、いっぱいいっぱいには絶対ならないはずなんで。おーい、66、3、4、5、6、6秒7、76秒7。この間のリカバリーが 200m らしいっす。操作しながら、カメラ持ちながら、ストップウォッチ持ちながらやってるんで、ちょっとカメラずれちゃったけど申し訳ない。さあ行きますよ、2本目行きます。よーい、スタート。31、32、33、34、35、36、36秒71、72、73、74。でもちょっと早いね、ちょい早い。さあ、目も滴る男になれるのか、よしき。させておきましょう。3本目さあ、3本目始めました。74、75、76、5秒8。やっぱ雨がきそうだね。嫌そう、嫌だそう、嫌だそうってなんだろう。次のセット目はしっかりいきましょう。スタート。よしき、しっかりフォームチェックもしていただけると嬉しいですね、よしきさん。この映像を編集してみんなにお届けするだけではなく、自分もこの映像をしっかり見て勉強していくと。32、33、34、35、36、37、38、7秒5。70、71、72、73、74、74秒7。ファイト、いってらっしゃい。74、5、6、6秒0。やっぱり雨で一人でね、集中力持たないところをしっかり集中力持って頑張っていきたいところです。頑張れ。6本目押せなかった、ごめんなさい、6本目押せなかった。36秒ぐらい。すまねえな、よしき。でも時計見て今ね、え、そんな早いみたいな顔してたよ絶対今。いや、ごめん、ちょっと惑わせること言ってしまったかもしれない。測れてないと言えばよかった、ちゃんと。だいたいですよ、だいたい僕の時計と75秒8。腰を押さえて、やっぱ調子悪いのかな。あ、調子悪そうだね。もうしっかり練習をしなきゃね、試合前なんで。1周行くわ。え、ただ1周行く、悪すぎる、悪すぎる、悪すぎる。そうですね、皆さん残り4本前にして、やっぱ状態の癖が悪いのかな。あらら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 、しっかり何本目いけるのか。今の状況で何か取り戻したのか、よしき、どうなのか。でも随分髪伸びてきましたね。3、4、5、6、7、7秒3。さあ残り3本です。頑張れ。次8本目、残り3本、しっかりまとめよう。
6 7 8 38 5 5分99。さあ残り2本しっかりまとめて Thank you Go いってらっしゃい。さあきつそうだがここやるしかない。6 7 6秒7。ラスト1本きつそう、すごくきつそう。まあまあまあやるしかない、やるっけない。やっぱ調子悪いのは間違いなさそうっすね。お前もうなんかそれを出してるよね、調子悪さを。やることやるしかないから森久保選手、はい頑張れ。いくぞラスト5。39秒。しっかりちゃんと上げたいな、最後ね上げて上げて、よしよいよ。手元70 71 72 73 74 75 76。5秒90。お疲れ様ちゃんとやられてんじゃん、これ打ち上がってるんじゃないの。いっぱいいっぱいには絶対ならないはずなんで、これでいっぱいいっぱいになってたらいよいよやばいっす。やばいね。ダッシュで行こうぜ。落ち込んでます。なぜ調子が悪いのか、動きが悪いのか、いつから様式が崩れてしまったのか。回ってんの悪いっすね。まあでも練習はちゃんとやってるんで、この1週間の自分の調整力が問われるな。温泉でも行く？温泉行くか。うん次周平さんの番ですね。僕とは違って絶好調男、皆さん最近動きいいからね。周平さんの今日何やるか練習当てゲーム、あの背中は122本いくって言ってます。122本ですね。この2本は何をやると思いますでしょうか。いやでも落ち込むな普通に。ダッシュで行こうぜ。雨も滴るいい男、まあ、こっち見てる。うわピースしてる。こう真面目レンズってさ、こう気取った動画にしたいのにさ、お前がそういうことするからさ、そうなんないじゃん。あ、聞こえてはいるんだ。ごめん、見たんだ。本当申し訳ない。モザイクかけといて。俺モザイクかけといて。お前もそってないじゃん。はい、そってないです。じゃあ今日何やるんですか？調整。もう一切タイム測んないで。ショートダッシュ2本と、はい、121本。121本、はい、あ、え？視聴者と収益は何やんだろうねっていう予想をしてて、俺122本って言ってて、視聴者の方が1008本って言ってます。1008本、うん、誰と間違えた。パパッとやっちゃいます。わかりました、お願いします。タイム測らなくていいの？いらない。わかった、うん、120流し1本行くと言ってました。はい、うん、今日見るの最後だよ。周平を見るの？え？ちょっと寂しい。動画的に言ったけど結構もう割とマジで寂しいかもしれん。俺のさ今日の練習調子悪かったからちょっと気持ち沈んでるっていうのも。はいどうぞ。よし集中。バン。雨が強い。あ、いいね。あ、いいね、いいね。あ、いいね。あ、いい、いい、いい。うん。いいね。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。あ、こっちだ。